いいな、渡せ。今日も私の後ろに、あ、私の背中に乗ってく？いや、いいね。お姉さんいいね。お姉さんいいよね。なんで笑ってんの？でっけー。かわいいね、これね。どうする？こんな感じだったら。ハロー。みんなごめんね。ルシア、ロリだと見せかけて本当はお姉さんになっちゃったのよね。みんなごめんなさいねって。お礼、もうお礼、スパチャお礼タイムの時には〇〇ちゃんありがとう、〇〇ちゃんありがとう、本当にありがとう、今日も愛してるよ、うんみたいな感じになってるかもね。もうむしろもうこう映すよね、これからね。こうやってね、もういつもこうしてるけどこうなるよ、ルシアの出る姿勢が。今日本屋さん行ってきたんだけどさ、どうしても最近本買ってなくてさ、もう本欲しくて30冊ぐらい買ってきてさ、もうすごいのね。ね、なんかね、ルシアの趣味嗜好のね、とあるストーリーがあるんだけど、その作品が見たくて、そこのジャンルのところに行ったら、ちっちゃい幼女が見てて、大丈夫かって思った。うん。で、その後パパに2冊ぐらい持ってって、あ、これは欲しくてみたいな話してて、大丈夫かって思って見てて、いや、マジで平気か、え、マジで大丈夫かって思って見てたら、パパが、これいくらぐらいするの、いくらぐらいするのとか聞いて、ちっちゃい子ももごもごしてるのも、これ、肉は蒸しくて、これ、あとはあれね、あれって言ってて、で、通り過ぎにどんなもんを持ってたなってこうやって見たら、もうね、こうね、男同士がすごい近くにいて、もう、チューすれすれみたいなが、もうね、表紙持ってて、すげえ勇気だな、この幼児はと思って見てたんだけど、もうパパがね、最終的に出した答え、3巻はないの？そっち3巻なくて平気だ。マジかと思って。かわいい、ほんまかわいい、ありがとうね、みんなね。ふざけんな！誰がまな板だ！これグッズ化しろ、グッズ化。ふむ。ルシアちゃん、会話持ち。会話持ちって何？え、包丁持ってるってこと？正解！正解！先輩。先輩先輩。ルシアのこと好きですか？好きですか、先輩。